ジュニア君めっちゃなんかジュニア君だけちゃいます逆に分かんないですけど、もう話聞いてたら周りそんな経験した人あんま聞かんけど、ね、でも俺がうなたいかれたわけちゃうから、はいはい、あれけど、まあ生きててよかったよ。いやほんまにね、とかまあまだまだあるよ、そんなきりないよほんまに。だからジュニア君ってあの時優しかったんやなっていうのが今ちょっと思ったんですけど、いいですか言って。僕ね一回ジュニア君と2人で、僕半年くらい行ってる時 で、うん、でジュニア君がモベーから帰るみたいな、でモベーで車レンタカーしてるから、うん、お前モベーまでついてこいって言われて、うん、僕暇なんで、あ全然いいっすよ、けど帰りどうしましょう、あバス乗って帰ったらええなみたいな、ダウンタウン着くからって言って、まあモベーついて、うん、ジュニア君も日本行くっていう手前で何を思ったんか、僕がまあそんなに堪能じゃないじゃないですか、パトナーとかだから全部バス手配してくれて、ちょっと乗り合いでもいいとかで、今ないらしいやん個別のバス、乗り合いのお金も払ってくれて帰ったっていうのがあるんですよ。なんであんなに優しかったんやろっていうのが、あいやお前言葉喋られんから、いややっぱりそういう風に俺のせいでここまで来て、帰りに何かあっても困るしってことですよね。優しさっすよね。優しさっちが普通やん。めちゃくちゃ僕は染みてます。いやいや普通やろそれは別に。いやいやだで1個目のバス会社ダメやったんですよ。覚えてないと思うんですけど。全然覚えてないですよ。で1個目のバス会社ダメで、うん、2個目3個目もいっぱいあったんですよ。うん、でルートタクシー、あルートバス、うん、ダウンタウンまで出てるやつは、うんまあ、どこやろって言って、まあ、ジュニア君も、まあ、どこにあるかわからんって、あ聞いたろわ。でもうそのバス乗り場まで一緒に来てくれて、うん、覚えてないですか。全然覚えてないそんな。あお前とモベ行ったのも覚えてない。俺の思い出やのに全然覚えてないよ。めっちゃ優しいやんジュニア君って思ってましたもん。全然覚えてないほんまに。ほんますか。俺初めてですよ。だからその豚のおばちゃんにモベから帰ったこと何回かあるけど、はい、あんま覚えてないねんな。ほんまに何回も行ってるから。はいはいはい。お前言うたらニューライトで何回飯食ったとか言われても、ああそうそう覚えてないよ。そうですね。そんな感じやもうほんま覚えてないんだ、はい、当たり前すぎるんですね。たまにだからあこんなんあったなみたいな感じ。これ今も話の流れで思い出していく感じやから、はい、なんちゅう、こうネタとしてあるわけじゃないっていう。そうですね。だから僕はめっちゃそこでジュニア、覚えてない。ジュニア君の優しさみたいな。無事に帰れましたよキングストーン。それは帰れるよ、はい、大調理様子で一回休憩。いやでも無事じゃなかったやつもおるで。え、あのとある後輩で、はいはい、そいつ日本から遊びに来て、ダブトルにサウンドマン、はい、元今もやってるのかな、はい、なんかまあ来てて、はい、でまあこうさ日本から来て、はい、でまあ俺もジャマイカおるし、はい、久々に会うし、はい、なんかこう話がさ、はい、深い話になってきて、はい、でもう気ぃ付いたら、はい、夜中2時とか3時とか、はいはい、あ夜中の2時3時になったらちょうど腹減るやん、はい、めっちゃ腹減るで、はい、ちょ飯買いに行こうかなはい、近くにケンタッキーあるから、はい、夜中までやってるケンタッキーあんねん24時間の、はいはいはい、でケンタッキー買いに行こうかなって言ったら「僕買ってきますよ」みたいな、はい「いけるお前」って「行くっすよ」みたいな「行けるっすよ」みたいな「はい、行くっすよ」みたいな感じで「ほんまか?」っつって「余裕っすよ」みたいな「じゃあ頼むわ」っつって、はい、お金出して「で俺車乗っていくか?」っつったら「はい、いや大丈夫っす歩いていくっす」っつって、はい、でまあまあのゲッ、まあ、ゲッゲットまで言わんけど、ゲットの入り口ぐらい、はい、あそこですね、うん、はいはい、そんななんか、悪い、まあ、悪いやつが上がってくるぐらい、はいはい、はいはい、わかりますのとこやでな、はいはい、いや、まあ、行けんのっつって、ほんと行けるっていうし、はい、車もいらんっていうし、歩いていくっていうし、本通り出るまでちょっと暗い道ありますしね、まあ、大丈夫かなと思って、うん、で、まあ、行って、で、待ってて、で、大体歩いて行ったら、まあ、30分ぐらいで帰ってくるかな、みたいな。はい、3、40分あったら行き帰り行き帰りで買って帰ってくるからみたいな感じで、はい、でまあ40分経っても帰ってけ、はい、50分経っても帰ってけ、はい、1時間経っても帰ってけ、はい、これなんかあったやろ、はい、そんなこんなで多分1時間半ぐらい全然帰ってこないですよ経って、はい、じゃあもうちょっとこれなんかあったやろっつって行こうかっつって見に行こうかな、ケンタッキーまで行こうかっつって、はい、ほんならあのそこの俺らおったとこのあの門がガチャ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 ってなって、はいはいはい、でガッツそのそこってさ、そこに俺らがおったとこは
外から開けられんね、中からじゃないと開けられんから、はい、ガチャガチャガチャってなったから、あ、帰ってきたと思う、はい、開けに行ったって、はい、ガーってな、はい、開けたろうかも、はい、ならまあそいつおってんけど、はい、あのパンツいっちゃったパンツいっちゃったって、ケンタッキーもなくそれでケンタッキー持っててもおかしいでしょケンタッキーもなくパンツいっちゃで、あ、全部やられましたやられすぎパンイチ英大言うたら物取りというか追いはぎというか、もう追いはぎされパンツいっちゃで、なんてだダメやったパターン、ダメやった、全然ダメやったティロあったわ、ただまあ命は無事やったから、あ、そうですね、まあまあ命あればね、もうそいつ、まあそいつは結構おもろくて、はい、でまたその別日もハーフエチューズのところに遊びに行ったらしいね、はいはい、であのカードゲームみたいなジャマイカ人やってくるのかやつあるやん、はいはい、あのこうカード4枚並べてさ、はい、4番どれみたいなんで、ああどこシャッフルして、そうそうそう、シャッフルしてさ、どかけとくんですかね、はい、でこれが何本みたいな、なんかそういうのがあんねんけど、言うたら外でやってるトバみたいな、そう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 、はい、でまああれ桜で多いからさ、桜がめちゃくちゃ多いからさ、はい、なんかこう騙されやすいでな、ああはいはい、もうそれはもう昨日今日ジャマイカ来た人はそうそう面白くてやるやん、はいはい、あんな、はい、でまあやって、はい、もうずーっと負けるからさ、はい、いやもうこれ詐欺やってなって、はい、途中でまあ気づいて、はい、いやこれ詐欺やっつって、まあジナルっていうね、はい、嘘つきみたいな、はい、ジナル、お前ジナルジナルみたいなこと言うたらしい、はいはい、ほんだら誰がジナルやねんっつってピンバーン終わって、はい、グサー刺されて、マジでここいっぱい刺されて、はい、で瓶割って刺してるから、はい、その瓶の割れ目がさこういう感じ、はいはい、ギザギザする、綺麗に切れへん、はい、もういっぱい穴が開いてるみたいな、はいはいはい、だって20か10何針ここを塗ってた、あの先輩すごい、ね、その抜歯俺がした抜歯したるわっつって、それやばいっすね、うん、とか、はい、もうそれはジャマイカ運のよりもやっぱその方がじゃあやっぱりノーガードで行き過ぎなんだ、ノーガードまあ俺じゃないけどな、はい、それは経験した、はい、まあでもいっぱいあるよ、まだまだあるよ俺、はい、切りないから、またこれ回れば、はい、まあまあこれ何本もなってると思う、はい、はい、そうですね、はい、まあ徐々出しね、徐々出ししていきましょう、はい、それで書き留めといてください、ジュニア君、嫌じゃん、もう思いついたやつだけでまたしていくわ、じゃけどほんまに絶対ありますから、もうだってこの後終わってそっち行ったら、うん、あれ言えばよかったって3個くらいいつも出てくるんですか、まあまあも、はい、まただから、はい、まあってみんなもっとこういう話聞きたいってなったらな、はい、あのお願いします、やるわ、はい、え、僕が締めないそれはダメですよね、なんやねそれは、はい、締めてくれよ、はい、ということで、はい、回れば続くんでよろしくお願いします、現場からは以上です、何やねん続くんだよ